じゃあちょっと聞いてください。キャンディーの祈りの言葉とそして挨拶です。おかげさまで素晴らしい第2次会の金沢文化芸術祭を終えることができます。これも皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。で、これから金沢文化芸術祭のテーマは子どもの未来は地球の未来というテーマなんですね。で、地球の未来は子どもの未来ぐるぐる回ってるんですが、これからやっぱりみんなで大きい声ね、大きい声で言います。子どもの未来を考えてみんなでね、もうちょっとね、大事だからね、ここに来てるマイク大丈夫かな、ちょっと風邪気味、プニーちょっとマイク上げてくれるかい、大丈夫かな、聞こえますか、ちょっと風邪でね、OK、上がったかな、大丈夫かな、うん、大丈夫ね、はい、そしたらね、ありがとう、ね、そうそう、子どもの未来は地球の未来ってことで、やっぱり私たち子どもたちの7世代先の子どもたちまで考えてこれから生きていく必要があると思うのね。それで、それにはやっぱり私たちずっとずっと昔の先人たちの知恵を学んで、そして私たち自身がもっと自然と一体化してね、自然と共存しながらこれから未来を作っていく必要があると思うの。だからそんなことで自然への感謝の祈りというイロコイ連邦ニューヨーク州と、それからアメリカニューヨークだ、ニューヨークとカナダの国境の間にあるシックスネーションズ、イロコイ連邦に古くからつながる自然の感謝の言葉というのを祈らせてもらいます。皆さん隣の人と誰とでもいいから手をつないで目を閉じて自然の音を聞いてください。いいですか？私はここで肩で肩を組んでいいですか？もう一回言いますね。隣の人と手をつないで目をつぶってキャンディーのことをね、ちょっと声を聞いてください。自然の音を聞いてね。2018年9月、今日は10、あ、違う。10